はい、どうもお疲れ様です。では引き続きですね、チャートを見ながら39週目の展望をお話していきます。9月25日から29日までの39週は4つ大きな柱があると思ってください。1つ目は水曜日、金曜日は材料の関係で要注意です。そして2つ目、日米で巨大材料がそれぞれ水金で出ます。3つ目、 全体の流れとしては上昇トレンド。それは39週目も変わりません。円安の方向に進むってことですよねえ。さらに強い介入警戒があります。今週あるんではないかなっていうふうに思いますね。すでに前回の介入時での下落。この大きな陰線のエリアは過ぎたわけなんですよ。 ね、だからいつ起きてもおかしくない、そして口先会議も2回やりましたけども、それぞれその2回の口先会議の水準を大きく超えてますからね、1回目はここでしょ、2回目はここですよ、ね、そして前回、えー、前回はです、ね、黒田総裁の任期中でしたよね、黒田総裁のお話の後で、ドカンとあったと。 いうのがちょっと記憶に新しいかなってところです。で、このげのところっていうのはまさに1回目の介入とされているものがあったところなんで、もうそこに入ろうとしてるわけですよね。だからすごい警戒ですよ。で、私の思うところ、この材料がもしかして上に伸びた時にそれを抑えるために介入が被ってくるんじゃないかなって気もするんですよね。で、そのために、えー、介入に対する対策は 改めてて打っておきましょう145円から146円の間そのあたりが適当じゃないかなと思いますけどもただちょっとね月曜日と火曜日で考えが変わるかもしれませんそれは146円から147円の間で網を張っていても下落に耐えうるようなね、まあ、そんな予約ができるんじゃないかなと思います まあ、それにでも依存しないでほしいですね。これはもうあくまでもね、裏技と言いますか、うん、介入が起きた場合に確実に取るためにお話してますんでね。だから詳細は何度も申し上げられません。すいません。えー、あくまでも私たちはテクニカルでの攻略にこだわっていって、その後の話ですからね。はい。全体的には、ああ、こういう風にね、今、冷足を、あ、違う、週足ですね。週足を見ていただいてますけども、真っ当な上昇トレンド、相変わらず書いてるでしょ W は右辺が強いなんてことを毎週毎週言ってたのはいつのことだったですかねここから考えると「買いのポジション」がずっといまだに有効なんですよね、すごい流れでしょ W は右辺が強いそして新しいトレンドがここで発生したこれも説明しました以来 NG を書いてこの流れっていうのは変わってないですよね介入も入ってないですし思い出しますねもう何週間も前のことですね はい。じゃあ次、デイリーを見ていきます。じゃあ、デイリーを見ていくと、上昇トレンド中なんで、じゃあ、月曜日、火曜日はどういうふうにすればいいかってことですが、もうすでに38週目の材料の影響は金曜日に消えかけていましたんで、その辺は気にせず、月曜日に臨んでいただければいいと思います。具体的に言うと、月曜日は早朝からですね、相場の方を見て、そして、ああ、もう上昇トレンドに戻ってきたなと、特に大きな材料の影響はないなと思ったら、倍でエントリーすればいいんじゃないですか。 うん、まああの月曜日単体で円高の方向にね向かうこともありますよでもその確率は低いんで基本的には倍で月曜日は取っていけると思いますそれがテクニカルでの結論ですさすがは次4時間ですね4時間を見ていく時に、まあ、この動画をご覧になってるのがもしかしたらね月曜日かもしれませんけどもじゃあどこで倍に入るのかってことを考えていかなくてはいけません当然ですねつつポイントがあるんですけども1つ目は ここのネックラインを越えた時に、その越えた流れについていく、正確に1時間で見ていただきたいんですけども、ここをそのまま越えた時に倍で入るっていうのが一つの選択。もう一つは、えー、随分ね、帰りが生まれましたんで、あの、午前中にね、セルの方向に向かう可能性があるんですよ。そうすると、反発狙いってことになりますので、このネックラインの下で、まず一旦ですね、利確をするための倍に入るっていうエントリーポイントが必要になります。そのエントリーポイントは、 移動平均線に絡んだ時というふうに考えておいてください。次1時間です。はい1時間。木曜日金曜日荒れましたね。ガクンガクンガクンバタンとなりました。しかしもうこの下落の流れはここで止まってるんで、あ収まりつつあるなっていうところで今三点天井です。で三点天井のゾーンをここで実体とヒゲ先と引くと。 月曜日はここを超えるかどうかっていうところから始まってくるんですよね。でも抵抗体にあって一旦下に下がるようでしたら、今度再び上に上がってくるところを待ってエントリーすることになります。まあな、なぜならね、ここでも上昇トレンドが新しいものができてるでしょ。うん。エリオット波動ではとてもないんですけども、あの第一波が一番長いですからね。でも上昇トレンドをここで形成しようとしてますんで、あの、もしね、ここで弾かれて、 レンジに入らなければですけども、レンジに入らなければ、どちらにしても月曜日中に円安の方向に向かっていくことが考えられます。ですんで、倍を入れる準備をしておきましょう。繰り返しますけども、一つは、このゾーンを超えたときに抜けたのについていく。もう一つは、一旦、このゾーンで弾かれて下に下がりますから、反転してきたところを打つわけですよ。ね、この辺については、 あのリアルタイム解説でね月曜日いたします25日にまだチャートが動いてない時に <laughs> 分かることは少ないですからあ今言えるのは本当これだけ依存してほしくないんですけどもあの移動平均線に絡んでいった時に反転が起きることが多いってことを頭の隅に入れておいてください、はい、じゃあ今週も頑張っていきましょうお疲れ様です